スマイルピースはベルマークの教育施設、福祉施設での設備の助成を目的とした運動にウェブショッピングに付点する形で2006年に株式会社 EEI が協賛して始まった仕組み。スマイルピースは笑顔のかけらというコピーにあるように笑顔のかけらという意味合いで名付けられた。スマイルピースの加盟店がネット販売する商品やサービスなどに点数をつけることで ベルマーク運動に協力していた。点数は加盟店の一部または全部の商品やサービスなどに付けられていた。マークは商品には直接ついておらず、商品が届く箱の中にマークが入っている。2014年3月末をもってベルマーク運動から脱退したため、同年9月末財団到着分以降のスマイルピースのベルマーク番号98は無効となっている。 電子商店、ネットショップのボランティアポイントサービス。ポイントサービスには、珍しい支援型のポイント。サイトのロゴに描かれている、笑顔のキャラクターは、パズルの1ピースを片切っていて、笑顔のかけらを表している。2010年3月末までは、マークの代わりに、スマイルピースと呼ばれるシールが使われており、合計1000ピース以上集めて株式会社 EI に送ると、 送ったピースと同じ点数のマークが送られてくる仕組みだったが2010年4月1日からは直接マークが手に入るようになった。ありがとうございます。